システム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシールの下からパラサイトモジュールを全て破壊します。制御ブロックには我々が先立って潜入させたゴーストが点在しています。これもオーバーシアカーラにより制御を奪われている状態ですが、無力化すればパラサイトモジュールの位置情報を引き出せるはずです。モジュールの破壊を確認しました。カウンターハックおよびオーバーシアとの交戦を開始します。
ターかビジター、ボスからの伝言を預かっている。その選択は悪いが笑えない。ここで消えてもらおう。緊急プロトコル発動代行、ザイレム、オールブロック。強化人間 C4621 レイブン、オールブロックの発動を許せばザイレム衝突軌道が確定します。急ぎましょうレイブン。衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。